タチヨこんばんは、ナカさんこんばんは、ハルボーさんこんばんは。コウさん、コウこんばんは。コウくんかな。こんばんは。GTO さんこんばんは。ごめんね、さ、私がこの時に配信したせいで申し訳ない。見てくれてありがとう。ケンさんこんばんは。イサオごめんね、本当にありがとうございます。タチオ、お、ギガを買ったそうだ。私もたまにギガ買います。ドラゴンさんこんばんは。怪物くんこんばんは。ありがとう、見てくれてイサオ。皆さんもありがとうございます。みんなお仕事終わったりしたかな。してない人もいるけど、終わってやってる人もいるかな。今ジムンドンこんばんは。もうちょい画面の真ん中で。ハマーさんこんばんは。イサオありがとうございます。31日木曜日ライブがあるのでありがとうございます。カッキー、今日も控えめに行った圧倒的バチボコ優勝、可愛すぎてトゥートゥーすぎてエモすぎて好き好きオブザイヤー2019。好き好きオブザイヤーってなんかいいね。もうね、可愛い、圧倒的バチボコ優勝、可愛すぎてトゥートゥーすぎてエモすぎてぐらいまで私覚えてきた。すいません、タジオもなんか気がかわしてしもうて。エイトさんこんばんは。イサオ、そうなの、明日、今日です。私なんか今日みんな4人はあの4人のライブのリハーサルに行ってて、私はさっきまで学校に行ってたのでそのまま配信なんですけど、そうなの、今日たまに変則的になったりします。ハマーさんお仕事お疲れ様です。ゆうえくんこんばんは。ともにゃんこんばんは。いさおでも眠いから今退社しました。あ眠い、私も眠い。ラジオ調子乗って一昨日 YouTube 見て帰ったのが原因。それはあれだ、減っちゃう。いさお体壊したくないからね。そうだよ、体が資本ですから、皆さん生きていく上で体が一番大事。怪物くん、31日は代官山スペースオットでライブで19時15分から。ゆうえくんありがとう。学校今日でテストが全部終わりました、イエーイ。期末テスト終わりました。今日で火曜日は夜まで学校、夜までっていうか語源まであるから、ちょっと夜まで学校があって嫌です。嫌だ。稲浜さんまだご飯食べてない。ピルクルさんこんばんは。カッキー、それでは次からは控えめに言って略、え、それはダメだよ、略さない方がいい。スキピ大福ってなんだ。ありがとう、イサオ。出来はね、そうだね、なんか私の学部とかってあの単語を回答したりするテストがあんまりない。記述とかレポートとかが多いので、あんまこれといっためっちゃ勉強とかしてないけど、なんとか終わりました。単位取れるといいな。シャックさんこんばんは。シャックさんインフルエンザ大丈夫かな。ヨケジーテスト今日で終わりなんだよ、嬉しい。ウキウキしてしまう。これでもう1年生終わりです。あ、嬉しい。ハルボーさんありがとうございます。時間的に間に合う、じゃあ残業しないで来てください。井上さん、テストの手応えはね、うん、なんか記述って論述系のテストが多いから、正解があんまり、こうこれっていう正解があんま分かんないんだけど、でもなんか大体先生が答えてほしそうなこと書いたから大丈夫だと思う。伊沢語源ビラノスケ、確かにいつもあの人7弦とかまでやってるもんね。エイトさん、東京プロジェクト、あ、プロジェクト東京ドールズか、楽しみ。私も楽しみです。2月から2月あるのでね、稽古ももうすぐ入ります。
その稽古のために2月2と3のライブがあるんですけど、お休みすることになってて、稽古で基本的に休まないようになんとか調整はしてるんですけど、その2日間ちょっと今のところお休みさせていただきます。はじはねくんで変なゴミしすぎたから、こっちはおとなしくしよう皆さんに気を使ってください、気を使ってくださいびっくりされない程度で。りょうたくんこんばんは。いさおさえばちゃんできる人だからね。いやいや、みんなできるよ、そんなぐらい誰でもできるんだよ。ドラゴンさん、もうすぐ寝ます、明日は4時起きです。早い、早すぎる。朝って4時ってなんか朝じゃなくて、私の中では夜なんだけどりょうたくん単位は取れるよ。なんか厳しいんだよね、みんな。優しい先生もいるけど、いっぱい略したら一気に面白くなくなったなんかあの略がね、ちょっとね、略がねちょっとあれだよね。この前の土曜でおしまいだと思ってた。なんか普通は多分ねそうなんだけど、なんか謎に火曜日だけあるのよ。あったの今週、まあ月かとあったって感じかな。私月曜日は学校授業取ってないからさ。ジャイルバードさん、カウントありがとうございます。もう学校休みです、明日から。でも私春休みほとんどないんだよ。舞台の稽古と舞台の本番で春休みがね、実質みんな 2ヶ月ぐらい休むけど、私は1週間ぐらいしかないかも。1週間もないかも。気持ちいい。お昼ご飯食べてない。何がいいかな。伊沢テストのしっかり名前書いて、書いたよ。それはちゃんとしないとね、点数つけてもらえないなんか高校とかとやっぱ違って、高校とか中学校と違ってさ、大学の先生は名前書かないともう一気に終わるよね。本当に誰だか分かんないもんね。手順みずきが俺の正解みずきイズベスト。伊沢無理しないでね。ありがとう、頑張ったよ。でももうエイドさん、あ、そのお二方知ってるんですね。いや嬉しい。さなちゃんとは連続で共演なので嬉しいです。ゆうくんこんばんは。やまち毎日4時ですけど、ここに毎日4時起きの人がいるんですよ。やばいですよね伊沢キュウの高校生組が心配だね。うん、確かに。でも私高校のテストよりも大学のテストの方が好きだなって思った。高校生はね、本当に勉強しないと答えられないからね。みんなしかも同じ答えを書くわけじゃん。正解は一つだし、高校のテストって大体。大学のテストって、テストっていうか、自分の、こう、何？考えた結果を発表して、評価をつけてもらうみたいな感じだから、そっちの方が私には合ってるかなって思う。気を使ってくださいやっぱ気を使うことも大事かなというね。稲浜、1年は必修科目が重要。そうだね、2年生に上がれないから。でも必修科目は大丈夫かな。こう何、専門分野の先生はすごい優しい人が多いから、多分単位くれるんじゃないかななんかおじいちゃんとかばっかりだから。怪物くん、明日も明後日も仕事はハードすぎるよ。え、お疲れ様です。お仕事、伊沢さやばちゃん今度ね2年生ですマサさんこんばんは。ニコリアさんこんばんは。さっき僕モーノくん見たく会社員を活動休止します。あー、か大野くん、大野さんはあれですね、会社員なのかな、あれ厳密に言うと会社員は活動休止できないかも。個人事業主だったら活動休止できるかもしれないけど伊沢先生っていい加減な先生いるよね。いやー、いる。やっぱ大学の先生って先生というよりは研究者っていう割合の方が多いから、多分だからなんだろうね、先生教師っていうのがあんまり合わないかも。人に教えることもできる研究者みたいな感じだもんね。稲浜、1回生2回生なんかさ、1回生2回生っていう人いるよね。関西の人なのかな、ああいうのって聞いたことはあるんだけど、あんまり周りにいない。
伊沢、俺も朝強いよ自慢。伊沢も強いよね、朝。朝強い人いいな、私朝。弱くないけど強くないな。キムチ丸々食べようかなって言えばそれ食べるつもりだった。あ、そういうことね、逆に何食べよう。私お肉食べたいんだけどさ、ちょっと悩んでるんだよね食べて帰ろうかお家で作ろうか悩む。でも今日はテストも終わったし、自分にご褒美を与えたいなっていう気持ちもあるから、かっけー。大学のテストは持ち込み OK だったりするもんね。そう、持ち込み OK の科目結構多いね。でも持ち込んだだけでは答えられないっていうパターンが大体だねみんな多分調子こいて持ち込めばいいんでしょって言ってやるけど、もう膨大な資料の中から答えを探し出すのって結構難しいっていう、自分で理解してないと答えられないみたいなオチだったりするよね。高尾さん、こんばんは。伊沢、なんかバグって大丈夫じゃあ俺が先生だったら全部正解にしちゃう。怖いな、そんな先生あつしさん、こんばんは。ちんたん、北海道からこんばんは。いいな北海道、本当に寒い北海道。じゃあ今日は一人で反省会してたわ。31日早い。一人で反省会ってなんかプロみたいなことやるんだね小市くん、こんばんは。おじいさんじゃないよ小市くん。さっきサイバテン先生にウィンクでもしとけば単位もらえるかと。だったらいいんだけどね本当に。なんかやっぱおじいちゃんの先生が多いからさ、おじいちゃんみたいな、また、おじいちゃんみたいな感じでやっとけばいいかな。でも結構先生と喋るの好きだから、まあ単位あげとくかみたいな感じでくれたらいいけどね。伊沢、大学数学満点だったのに評価悪かった。絶対誰かと間違え、それ絶対誰かと間違えられてたよ。そういうこと、なんかね、絶対そういうことある。あの、そういう適当な先生いっぱいいるし大丈夫、一人なのに反省会会他に誰と反省会してたんだろうね。なりすけさん、こんばんは。気持ちいい、肉、了解肉食べるの？私も肉食べようかな。じゃあゆえくん、俺レベルになると朝も弱いし夜も弱いから辛い。それは全体的に起きてるというのがしんどいってことでいいかな。伊沢、じゃあご褒美、じゃあ赤飯食べよう。それはなんかお祝いだね、もうもはやお祝い。でも私赤飯おにぎり食べるの好きだよ結構。赤飯おにぎり美味しいよね。いや、そう、赤飯おにぎり好きなのよご存知の通り。ニコリアさん、夕食はカレーとカレーパン食べた。え、なんか面白いそれ。カレーとカレーパン食べたんだね。なんかウケる。めっちゃカレー食べたかった人みたい。体重よし、あさって頑張ったねって頭ならないしてあげるね。あ、ちょっと大丈夫です、接触禁止なので気持ちだけで、あの気持ちか、またはあのちょっとスレスレのラインでよろしくお願いします。ともひざさん、こんばんは。気持ち、緑のカッパが全然気を使っていない件。本当だよね、本当だよね。なんか言ってやってください、本当に。しもちゃん、初見さん、こんばんは。サイバみずきです。いさ、おじいちゃん、なんか呼んだ。おじいちゃんいさの中のおじいちゃんといえばね、あの人がいるよね。いす、ちんた、防寒対策して滑ってたからそれほど。でも外はマイナスの世界。いや、そうだよね。なんかでも雪が積もってる地方の方があったかいって聞くんだけど、それは嘘かな。スノボに行ったの？さっきちょっと単位もらえるか確かめるからウィンクください。単位ください。これもらえるかな。大丈夫稲浜、出席点ある。出席点あるけど、私は足りてない教科もあるから。でもそれは先生と話して、出席点だけが何正義じゃないから、ちょっといろいろテストの点数も含めてテストちゃんとやれば、単位くれるらしい伊沢、評価おかしかったら抗議したけど何も対応しなかったよ。大学ってさ、そういうのやってくれないよね。なんかめんどくさがるよね、そういうの。わかる、なんか
なんか何でもそうまだ私の通ってるところはすごい良心的にいろいろやってねくださるけど、なんか大学って大体そういうのさ適当じゃない？気持ちいい。とりあえずサイズ入ったとりあえずのサイズ。神戸さんこんばんは。ひなはむさんおにぎり温めますか？私おにぎり温めない派。私冷たいご飯が好きなの。変だなって思われるかもしれないんだけど、なんか熱々のホクホクご飯じゃなくてちょっと冷えたご飯が好きなの。なんでかっていうと、昔おばあちゃんが仏壇によくさ、あの何ご飯、ちっちゃいご飯をあげててるのね、毎日おばあちゃんが仏壇に。それでそれを一緒に下げに行って、下げたやつを私食べてたの。おぶくさんって言うんだけど、その朝おばあちゃんがあの仏壇にお供えしたご飯を下げて、夕方に下げて、それをおやつに食べてたの。だからなんかカリカリで冷たいご飯が好きなの変だよね。いさ、俺も赤飯好きね。好きだよね美味しい。おいちりさんこんばんは。気持ちいい。ラジオ接触禁止で、そうそう、やっぱこういうのはダメね。じゃあそっか、じゃあ代わりに俺が頼むならされます。あ、それはちょっと考えておきますラジオチョークの声を打った後で、何回言ってやってくださいって何回言って、やっぱ、ね、そういうのモラルは大事ですいける。さくらさんありがとうございます。こんばんは。あったかい五平餅食べ、五平餅いいね、美味しいよね。五平餅128単位嬉しい128単位あったら卒業できちゃうよ。ウィンクの威力のなさよ、悲しい。くまさんこんばんは。いさ、ウィンクうまいね。ウィンクキラーでやられたい。ウィンクね、うまいかな私。チンタオ、スノボいいね。ウィンタースポーツしたいな。モンキッチさんこんばんは。伊沢その適当でグレました優等生。でもなんか頑張ったのにそういうことされるとええと思うよね。おかしいよね。えなはまあのご飯カピカピじゃね。そう、あのカピカピのご飯が好きなんですよ私。変だよね自分でも変だなって思う。じゃあ今日もイオンの真ん中で水着見ながらニヤニヤしてるな。やっぱイオンの、イオンにさ、イオンの店員さんがそろそろなんか変に思うんじゃないかな。小一くん、そうか、接触禁止だから1メートル以内に近づかないでしょ。1メートル以内に近づかなかったらチェキも取れないし握手もできないよどういうルール、接触禁止が1メートル以内ダメだったら。やばい、48さんみたい。ニコリアさん、ウィンクが可愛すぎてタワー投げされた。ダメダメ、もっと大事な時に取っといてタワーは待って、ちょっとぽっちゃりの店員の動きが面白い。サイゼリアのってことかな。ひさ、カピカピのご飯、うん、なんかね、なんか好き。もちろんあったかいご飯も嫌いではないけど、カピカピのご飯の方が好きかな私は。タジオ、いやいや、モラルが服着て歩いてるみたいな、俺に向かって、うん、そうかなそうかなまーちゃんこんばんは。ひさ、そんなにうまいかなで、ウィンク待っていた俺。あ、本当？それはちょっと受け取れま、ちょっと私の理解力が足りなかったウィンク難しくない？私右のウィンク全然できない。左はできる、右はできない右うまくできない最初は接触しそうで怖くて最善いけない。それはなくない？大丈夫だよ、それはない。10メートル離れて取るチェキ、遠近法で進撃のサイバーちゃん、あれじゃない？スペースがあったらそういうのも面白いね、確かに進撃のサイバー、心臓を捧げよ。心臓を捧げよ。はコメントを見失ってしまった、私だ。鼻水が出る。
エア握手、エア握手難しいね。私はね、ちゃんと直接握手できますよ。 CT こんばんは。本吉、東京スカイツリー投げてみたい。東京スカイツリーなんてあるの？イサオアザースウィンク、どういたしまして。手塩ありがとうございます。遠慮とは。さくらさん、 AKB グループ監督で地下アイドルの物販とチェキってメンバーとの近さにびっくりした。うん、確かにびっくりするだろうね。それが普通になってしまっているから。そうだよね。伊沢、ちょっとコメントを見失っていました。でもよく考えたら、昨日は最善で今日は最善。座布団ちょうだい。あ、座布団ちょうだいって言わなかったらあげたんだけど。確かに今私この昨日は最善で今日は最善でも座布団って言いようと思っちゃったもん。でも座布団ちょうだいって書いてあるもん。犬浜さん、大学生の頃は反抗期だったので出席点ない授業で出席せずに単位取れるかチャレンジしてました。なんかさ、出席点ない授業っていうのがまたちょっと何可愛らしくないですか。私の学校とかだと、あの最近でも結構どの学校もそうだと思うんだけど、出席をカードで管理するんですよ。ピッっていう、あの入り口にカードリーダーがあって、ピッてやって出席するかしないかやるみたいな。でどうしてもサボりたい授業は、まあ、ピッてやって授業サボるんですよ、みんな。でも頭のいい先生だとピッてやるけど授業内で出席取るんですよ。でやっぱそのピニゲって言うんだけど、ピニゲやったらまあ、よくない、ダメ。でも人数が多い授業だと出席取らない授業がほとんどだから、たまにやってましたね。ピッてやってどっか行くみたいな。てか今日も可愛いと思った。ありがとう、イサオ。角さんこんばんは。ちょっと角ができないや、今日ちょっとお手手が塞がってて。メケコンこんばんは。うわっ。イサオびっくりしたといえばサイバちゃんの可愛さ。ありがとうございます。メケコンしばらく見ないうちにますます可愛い。しばらく見ないうちに。でしょ。ありがとうございます。ラジオアイドルにグイグイ来られるの苦手だから、やっぱり物販苦手だ。でもそういう方も結構 いますよね。あのグイグイだとちょっとおーってなっちゃうみたいな。大喜利に厳しい。大喜利に厳しいよ、自分はね、できないのに。クマさん、地下アイドルでも握手禁止ってグループあるよ。うん、あるよね。でも距離感を結構保つみたいな。私たちは握手もあります。ホワイチ君、最近あんまり行けないから久しぶりに会えると出れるよ。なんでかな、最近あんまり行けないから。やっぱそういうの大事なんじゃない。大事にしたい気持ち。毎回会いに来てくれてたとしても大事にしていきたい気持ちですね。ゆうやくん、出席管理案外ざるやんけ。そうでもね、みんな結構頭使ってやってます。この授業は絶対出席取られるから、うん、ちゃんとピッてしたら出席しなきゃとかあるから。さくらさん、会いに行くのもうちょっと待ってね。ぜひ会いに来てください。ライブやってるので。さお、昨日は最善、仕事を最善尽くした。そして俺ダサ。伊沢ダサくないから。ダサくないよ。でも最善、昨日は最善、仕事を最善尽くしたまでは良かった。でも伊沢はダサくないからな。タツさんこんばんは。ラジオ、俺毎回出ても出れるよ。その気持ちが大切、大切だと私は思います。私も初心を大切にしていきたいと思いますので。ラジオ、この前話したけど一回だけ言って、山本さやかさんがいけそうだった、さやかさんがそうだった、怖ってなったわ。でもやっぱさや姉さんはあの美しくて素晴らしいお方だと思います。角さん、まだ仕事中なのでドローンしますね。お仕事頑張ってください。ありがとうございます。気持ち、ステーキ、ハンバーグ、チキン、どれにする。どれにする。どれにする。私に聞いてくる感じね。なるほど。私はハンバーグが食べたいかな、その中だったら。
でもサイズだったらやっぱハンバーグがいいんじゃないかなって私は思うよ。きらみここんばんは。モン吉常に推しの前では超緊張する。可愛らしい。イサオ、俺の腰にストッキングが巻かれているよ。アイシングのために超ダサいぜ。そうなの？なんで、え、ストッキングなの？アイシングね、腰のためにね。なんか面白いねそれは。えなまさん、郵便局でバイトしてた時、え、郵便局でいいのかなこれ。某アジア人は出勤ピッてして帰ってた。それはどうなのかなと思っちゃうけどね。お金もらってるからさ、やっぱ仕事だと仕事お金もらってるのに働かないっていうことでしょう。それは良くないね。そういうのは良くない。ラジオ、え、水木の方が可愛いけど、ありがとうございます。ゆきひでさん、こんばんは。ラジオ、小指のサラダ、トマト抜き。あー、小指のサラダとかっていうメニューあったね。そういえば私最近サイズ行ってないからあんまり覚えてないんだけど、小指のサラダ覚えてる。トマトはね、やっぱ抜きにした方が美味しいと思います。えなはまさん、終わる時間に戻ってきてピッてしてた。あ、もう、あ、もう、あーあー、私ね、意外とそういうところ正義感強くてさ、そういうことやってる人見るとさ、黙ってられないの。厄介なやつだなって自分でも思うんだけど、なんか、え、なんでピッてしてピッてして帰ってきてんのみたいな感じ。そう、そういうとこで無駄に正義感強いからね、そういうと思っちゃうタイプなの私。何やってんのみたいな。厄介な人だよね。でもそう、なんか巻くものがないからストッキングの上、ストッキング、ウケる、ストッキング、ストッキングちょっとじわじわきますね。じゃあこの前ポトフ食べたかったのにトマト入ってる。ポトフって大体トマト入ってるよね。でもポトフのトマト私大丈夫なんだよね多分、おそらく。えさ、まだトマトダメなんだね、子供の頃から。うん、ちっちゃい時から、物心ついた時からトマトが食べれない。なんで食べれないのかもわかんないんだけど。で、気持ちいい、小指のサラダエビ抜きにしよう。それもう小指のサラダじゃなくなってるけどね。あれ、アレルギーなんだっけ。小市くん、全力少女主催のライブは行きたいけどな。あ、来てください。2月10日下世話であります。2月10日は2つライブがある、スペースオットとデセオでライブがありますので。榎浜さん、後日バレてクビになってた。いや、それはそうだよ、だってお金もらってるんだよ。ほら、正義感出ちゃう。結婚、タジオとタジオとだ、え、これなんて読むんだっけ。タジオとどこに行くとだっけ。必ずトマトが回ってくる。だってね、タジオもトマト食べれないから、トマト、もうトマトだけは本当に食べれない。タジオ、メニュー写真、メニュー写真撮って、みずきちゃん俺らの敵がいるよってつい書こうとしたけどやめた。もう敵だらけだよそんなこと言ったら。私なんか大学の学食園とかトマトとか乗ってる時あるから、そーっと友達のお皿に乗せるよね。いさ、意外とストッキング使えるよ。巻き方失敗すると片足がだらくなるけどね。使えるんだ。でもなんかさ、使い方次第で便利そうだよね、なんか伸びるし。いや大丈夫なんか、今度頑張って食べてみよう。なんかね、熱してあったりとか煮込んであったりとかは大丈夫かな。アレルギーね、甲殻類アレルギーってことかな。カニもダメなのかな。くらさん、会場でお金払って外出てライブ見ずに終演物販帰ってくるのも怒る？ね、どうなんだろう。私たちのライブは、私たちの特典会に来てくれるんだったら私たちのライブは見てほしいなって思うよ。それはそう。イサオ、トマト美味しいのにな、溶き卵飲みたくなるトマトジュース。なんで溶き卵飲みたくなっちゃうの、トマトジュース。本当にトマトだけは食べれないんですよ。えさ、俺の皿にトマト黙っておいていいよ。わかった、いつかそんな機会があったら置くね。ニクリアさん、トマト食べれないけどミネストローネは好き。あ、わかる、
ミネストローネ私も好き。なんかトマトの何がダメなのか深く考えてみたんだけど、なんか今まではもうさ、もう何、トマトって聞き次第嫌いだったの、トマトって耳に入り次第無理だったんだけど、なんかよく考えてみた結果、トマトの私の嫌いなところは匂い、生のトマトの匂いでしょ、食感、味全部だね、そうやって考えると。だから100歩言って見た目はいいとして、そうだね、生のトマトのが結構ダメ、全体的に。味を、ああ分かる、トマト嫌いな人あるある。そう、なんかでもトマト嫌いな人もいろいろあるよね。ケチャップもダメ、逆にケチャップはダメだけどトマトは食べれるとか結構いますよね。じゃあナポリタンとかのトマトは大丈夫、ホールトマトも大丈夫、そのものは無理。そうなんだよね、何なんだろうね、本当に本当やだこういうの。なんで食べれないんだろうと思うんだけど、やっぱトマト食べる人、なんかトマトさ、こうおやつ代わりに食べてたりとかしてみたいのよ、かっこよく。くまさん、トマトジュース美味しいよ。美味しくないよ。イサをトマト逆さにしてみたら意外と違うトマトになるかもよ。どういうこと？トマトを逆さにしてもトマトなんだけど、文字的にもトマト逆さにしてもトマトだし、物理的にもトマトじゃない？たちさん、トマトソースは食べられるの？トマトソースは食べられるの。でもどうかな、トマトソースって言っても加熱してあるトマトソースじゃないとダメかも。生のやつはダメかも。結構そのうち塩トマト差し入れしようかな。お、待ってる。塩トマトは好きなの。塩トマト美味しいんだよね。ひなはまさん、ハンバーガーはトマト抜き？めっちゃ抜き、超抜きだよ、もう超超抜き。トマトくれくれ。そんなトマト欲しいの。こいちくん、好き嫌いはしょうがないね。そう、嫌いなものは嫌いなんだけどね。ペプシマン、こんばんみ。気持ちいい。コメント欄がトマトだらけで嫌でしょ。うん、なんかでもみんな優しいのは、なんかトマト食べないとダメだよとか言ってくる人がいないのが嬉しい。ゆきじい、ピーマンはどんなものでもダメ。ああ、そうだよね、ピーマン事件あったね、そういえば。もやしの大ヘマ、大ヘマ、大やらかしだよ。でもなんかそのピーマンがダメっていう気持ちわかる。私ピーマンダメじゃないけど、それをトマトに置き換えてみるともうわかる、わかりすぎるから申し訳ない本当に。ペプシマン、イヤホンないと、また無音だよこの人。ヤッホー、ペプシマン。ミネストローネは食べれるんだよね、好き、むしろ。大丈夫、やべえ、トマトの話になっちゃった。トマト論議。イサオ、トマトの話がいっぱいになってきてるが、きっとトマト好きになってらっしゃる。それは、なってない。それでね、なればいいんだけど、ごめんなさいのお気持ち。ヘルシマ、女優さん？いや、アイドルさんです。女優さんもやっております。うん、超抜き、超抜きよ、ほんと。サブウェイとかだと、もうメニューを言う前に、あ、トマト抜きでって言うもん。何々のトマト抜きでじゃなくて、トマト抜きで何々、もう順序が違う、私の中でトマトも。チョレさん、サイバちゃん今日も可愛いね、こんばんは。こんばんは、チョレさん。イサオ、好きなものは好き、サイバちゃん仕方ない。そう、私がさ、そう、私が好きなんだったらしょうがない。イサオ、今度俺はダメな食べ物当ててみてね。え、考えてこよう、ちょっと。なんか話聞いたことなかったっけ、そんな話。くまさん、嫌いなものはしょうがない、本当だよ、そうだよね。ゆきちん、ミネストローネにピーマン食えた。確かに。よく考えてみればそうだね。でも他にも緑のものあるしさ、他の緑のものが食べれたらいいんじゃない、ほうれん草とか、どう？じゃあ、みずきから回ってきたトマトなら頑張って食べる。それはすごいね。これちくん、俺もキノコ類はダメ。キノコ類、あ、でもキノコ類結構ダメな人いるね。福島、なんとなく雰囲気が違いますね、すっぴんじゃないからかな。あ、そうかも、
ちゃんと今日はしっかりめにお化粧してる。キムチトマト食べないとダメだよ。小学生の時好きな子に意地悪しちゃうタイプ。私ね、それね、言われてたら、もうほんと全力でトマトを投げつけるね。うるさいなって言って。うん。もうトマト食べないとダメだよとか言われたら、もうトマトもう投げつける。さあ今夜の夢にトマト出るかな。私はサイバーちゃんの夢でも見たいです。じゃあ出てくるようにちょっと私もお願いしてみる。イサオの夢に出ていきますようにみたいな。イサオ今度トマト抜きのトマトジュース頼んでみて何出るかな。トマト抜きのトマトジュースって初めて聞いたんだけど、どういうことかな。コロコロこんばんは。私俺の肉切りトマト事件についてさて話そう。え、聞きたい。福島西さんに私のことこちらの脂肪も燃焼してもらいたいのですが。脂肪燃焼。ほうれん草好き。ほうれん草は食べれるよね。私ポパイを昔すごい、ポパイっていうアニメあるじゃないですか、ポパイをすごい好きで見てた影響でほうれん草が好きになったの。ポパイってさ、ほうれん草をこう缶から食べるじゃん。なんかかっこいいと思って。しかもほうれん草食べたらもうブーンってなるでしょ。すげーと思って、だから私もほうれん草食べようと思って食べれるようになった。ロケルさんこんばん。好き。キノコは美味しいよね。私もキノコは好きだな。よけちほうれん草大好きマンです。それはよかった。じゃあ合格だ。合格だ。ピーマンが食べられなくたってほうれん草が食べられるからね。あ、クマさんブロッコリーもあるね。そういえばブロッコリー好き。いいね。なんかブロッコリーは小さい時のお弁当に絶対なぜかブロッコリー入ってて、なんかどう頑張ったって食べないといけなかったから、しょうがなく食べてたら食べれるようになったね。ペプシマン最近ペプシコーラにジンジャー味が登場。え、そうなの。すごっ。それもジンジャーエールやん。そういうことじゃないか。ゆうえくんキノコは大体好き。キノコはいろいろ料理に使えるから好きだね。私タジオミズキだけが好き。ありがとうございます。ペプシマン告知ではありません。ペプシのね。リクリアさん宅配ピザをトマト抜きで頼むとフライドポテトのケチャップを確認する電話かかってくる。え、なんかでもその店員さんすごい気遣いができる店員さんだね。なんか偉いな。モンキティさん煮た大根苦手。珍しい。おでんの大根とかってことかな。キムチ投げつけられたいし。もうほんと超多分トマト投げつけると思うな。さあトマト投げつけられたい。キャッチしてくれるならいいよ。なんかさ、トマト投げつけた結果さ、その子にトマトがビーってなったりとかしたら、なんか私が悪いみたいになるじゃん。キャッチしてくれたらいいよ。いさお、あ、タジオそれバーベキューの時のミユやん。そうだよ。本当に私にトマトを勧めてくる人は片っ端からトマトを投げつけていくから。ゆうえくんトマト投げ特典会。やばい、そのトマト投げ特典会やばい。じゃあ僕にはしめじ投げてください。しめじでいいんですか。しめじは私鍋に投げる派なんだけど、人に投げる派じゃないんだけど。いさ同じだ。パパイ見ての影響。本当、私ポパイとか結構好きだった。カートゥーンネットワークでやってるアニメがめっちゃ好きで、キッズステーションとかよく見てた。パワーパフガールズとかアンジェラ・アナコンダとかすごい見てました。トラッケールさん今思えばほうれん草では筋肉つかないよね。そうなんだよ。間違ったこと教えてない、あれ。ほうれん草はタンパク質じゃないから筋肉にはならないよね。それはそう。でもポパイだから筋肉になったんだよきっと。ペプシマン仕事終わらないのですが手伝ってもらえると聞いてきました。誰から聞いたのそんなこと。そんなこと一言も言ってない。そう、ラブロッコリー。ブロッコリーとラブを一緒にしちゃって、ラブロッコリー。記事ポパイに出てくるいつもハンバーガー食べてる太ったおじさんがいつも気になってた。多分私あれ今思うに、なんかあれだと思う、
皮肉だと思うね。ハンバーグばっか食ってたはいけないみたいな。ポパイのようにほうれん草食べよみたいな。イサは、あ、毒キノコは食べれなかった。それは嫌い。毒キノコ食べれないよ、そりゃ。ヘプシも安定して何を話してるかわからない。そうだよね、音声ないんだもん。ポンちゃん、こんばんは。今日はミミさんライブな。お、今日あれだね、あれだよね。事務所の主催だよね。ツイッターを見ました。福島最近花粉症が辛い。こんなショーいらないのに、ショーがなんか見せる方になっちゃってる。花粉症ね、私も辛いな。もうでもね、薬飲むしかないからね。モン吉投げてもらえたら顔で受け取る。あ、こうね、もう食べて。じゃあ今度僕にサイバちゃんの財布からの札束を投げてください。それはダメだな、それはできない。タジオタジオしゃぶよう行くと俺が締めて投げるとこからしゃぶしゃぶが始まる。開始の儀ね。ニコリアさん、スペインでトマトを投げる。え、知ってるそれ。あれ、なんか世界の果てまでの某番組で見た気がする。なんかあるよね、めっちゃもうトマトだらけになるやつ。ぶっころりぶっころりぶっころりって横いたよね、昔。生太郎さん、こんばんは。ん、お解散ライブ行ってきたんだね。私も行きたかったんだけど行けなかった。伊沢、今更だけど今日は特別な場所ですね。そう、今日はお家じゃないのよ。帰りにそのまま立ち寄って配信してます。伊沢、今更だけど今日は、あ、これは読んだね。ポンちゃん、木曜日行けたら夫行きたいの。来て来て夫、19時15分からです、出演。ニトさんのライブが私が出られなくて、31日が31日は出られるので、なんかちょっとしばらく会えない感じになっちゃうから、ぜひ会いに来てください。トラキルさん、私サンシャインではないけど会社が同じなので、そう、後輩なんです。虹色ファンファーレさんは、伊沢は世界で行って、そう、やってた。なんか見た気がする、それで。やらせんかわかんないけど、私はスペイン遠征だけは断固阻止しようだ。でもスペイン料理さ、美味しそうだからな。ペシマ、ベボガさんの解散ライブの日に初めて来てからどのくらい経ったのだろうか。あれ9月くらいだよね、確か。9月ぐらいだよね。ニットさんがニットさんに来る。確かに、ニットさん、ニットさん。トロキルさん、トマトを投げるなんて間違い一切ありません。そうなの。トマト、何、トマトでもう祭りでしょ。イサオ、スペイン行こう、ガウディ見に行こう。いいね、スペイン。昨日は皆さんサッカー見ましたか。私は見ました。見てたんだけどね、いつの間にか寝てました。昨日は、そうね、あ、名前ど忘れしちゃった。センターバックの人、あの20歳のセンターバックの人がすごくいい働きをしていてよかったと思いますっていう私の分析。そうね、私の分析的にはそのセンターバックの一番の若いセンターバックの方がすごく良かったなっていう感想。あとは南の選手がいい動きをしていたんじゃないかなというふうに思っておりますっていう、いきなりのサッカーの話。注文来なくてイライラ。落ち着いて、穏やかに生きていこう。
投げる話、仕事を投げ出そうかな。あ、じゃ投げ出さない、仕事は投げ出しちゃダメだ。ジョークね。いざお見ました、見た、最後の見ました。なんかあれは見た、なんか大迫選手が相手の選手にむっちゃなんかしばらく選手とかが顔むっちゃなんかひっぽたかれてるのは見たけど なるほどね、トロケイさん、なんか理解した。いや、やばいやばい、ケモちゃんが怒って店員に止めて投げちゃう、それはダメだ、傷害事件だよ。見たよ、ワイも途中で落ちた。本当一緒だね見た、クマさんも見た。それ正解と、あ、富安さんでしたっけ。すごい、今まで日本であんまり見なかったセンターバックの人だなっていう感想ですね、私的には。俺はライブではトップ下だねトップ下っていうのはあれ、トップ下なん、私的にはボランチかな、あの細かく言うと本気ってその人俺ではないのは確かだな。うん、どの人だが、伊沢南野さん最後まで諦めないのが素敵。そういい、昨日のプレーがいいプレーでしたね、なんか。うん、トロケイさん、なんだい、激励さんやんないのかと言ってテレビ消したサッカー見なかったの。しばしもそろそろ現実逃避を終わりにして現実世界へ帰ろうと思います。大事です、現実を見ることも大事。伊沢、なんかひどい試合だよね、喧嘩かよ。うん、試合内容が日本がよ、あ、ね、これまでに比べて良かった時に、なんかちょっと最後が、うん、スポーツマンシップに乗っとってない感じがしましたね。リハ終わった、あ、4人でしょ、終わったんじゃないかな、もう。私が後から動画で出来を確認して東京オリンピックかなり期待できそうじゃない。堂安も富名前が一緒いるからね、意外といけるかも。うん、そうだね、そう、若いんだよねみんな私と最低で年齢が変わらないっていうのが私的にはすごく、もうすごいなって思っちゃう。榎山さん見ようと思ったけどテレビ持ってなかった。そうじゃん、榎山さんテレビ持ってないじゃん。でそれマジでやばい、その話じゃあベンチウォーマーにならないように頑張ります。それはないと思うよ多分。うん、トロケイさん、ライブで左サイドバックとかもいる左サイドバックはいるかな、左サイドバックの人ってあんまいないかも。伊沢、南のあれがなければ3点入らなかったと思うよ。うん、なんかお父さんと LINE しながら見ててすごいなって話してて、てか遠藤どうなったね、ね、そう、でも本当に大阪すごかった、半端ないんでね大阪直美さん、メンタルの鬼私は大阪直美さんのことをメンタルの鬼と呼ばせていただいております。ゆきじ、じゃあワイはライブではセンターフォワード。そうだねそうだね、だってセンター だいたいだって放送だよね。それは私なんか納得モン吉、高校の大会でサッカーやった時キーパーやってた。すごい、キーパーって難しいよね。伊沢、サイバちゃんもオリンピック出れるね。え、出れない出れない、何もできないもん私。でもほらアーティスト枠とかでさ、なんかさ関われたらいいよね、せっかく東京にオリンピックが来るんだから。伊沢、オーバージジー枠で俺はオーバージジー枠って何ボランティア
ね、ボランティアすごいよね。でも関わるの、気持ちいい。いや、センターはみー。そうだね、昨日は気持ちいいセンターだった。あと気持ちがいる時も気持ち結構センターにいるね。伊佐大阪直美ちゃん、そう、大阪直美さん、メンタルの鬼です。ラジオ俺のメンタルは紙紙薄い、メンタルが薄い。私のメンタルはそんなに強くないから、スポーツ選手の人とかのメンタルすごいなと思う。だってさ、もうサッカーとかテニスもそうだけどさ、いきなりのお電話。そう、メンタル本当に強くてすごいなって思う。弟とかもサッカーやってるけど、なんか90分で勝敗が決まるわけでしょ、すごいなみたいな。それにかけるわけでしょ、それでさ人生を左右する時だってあるわけでしょ。それってすごいなってめっちゃ思います。なんかつもりのプレー見るとやりたくなるな。スポーツできる人はいいよね、本当に。さあちゃん、こんばんは。ゆずきは神じゃなくて女神、ありがとうございます。違う違う、その神じゃないよ。神、神じゃなくて神。さあ、メンタル良かったら少しでも添えてあげるようになる。ありがとう。でもみんながねいるからちょっと強くなることができるよ。俺ライブだとどのポジションなんだろう。どこだろうね。結構こっちかこっちだよね。ヘナハムあと10分。そう、もうちょっとで終わります。そう、野球やってる時は強い気持ちでいた。すごい。だからそのさ、長くても1日のうちで勝敗が決まるってすごい。とくん、こんばん、こんばんちゃ。ゆきじ、スポーツはテニスかじったぐらい。テニスできるのすごいよ。今流行ってるしね。またやったら。またやったらとか言って。やる時間ないか。テニスね。なんかテニスも苦手、バドミントンも苦手、サッカーも苦手、バスケも苦手。野球も苦手、バレエも苦手。大変。ごめん、いきなり電話しちゃった。え、それは、てこめ我慢したの褒めて。え、全然我慢できてなくてウケる。ゆきじ、一応渋谷区の大会にも出たけど。すごーい、社会人の。すごーい、渋谷区の大会なんてあるんだね。すごい、渋谷区でテニスが上手い人が出れる大会なのかな。すごい、大会とかすごい。なんかそう、なんか練習頑張って、私絶対もないもんだから自信持つのが大事。確かにね、絶対勝つとか絶対負けるってないもんね。ひとくん、ありがとうございます。ラジオスポーツかライブでジャンプするくらいかな。スポ、それはスポーツって言わないのかもしれない。100人以上得意なんだけど。100人以上もさ、でもさ結構体力使うって聞くよね。頭も使うし。モン吉、レース中大体キレ気味で走ってる。大体キレ気味。ウケる。もうアドレナリンが出てね。大会に出られるほどのレベルではない。でもすごいよ、何かできることがあるの。えなはまさん、人生はほぼ負けてる。いや、今が一番勝ってるね、えなはまさんは絶対。今が一番勝ってるよ。だってさ、大阪に住んでるのにさ、毎週東京に来てライブに参加できるわけでしょ。もうそれは人生勝ってる。勝ち組や。ゼロさん、おかえりなさい。クマさん、時間ありがとう。ラジオ人生は負けただけど、みずきに出会って一発で勝ち組になった。なんか嬉しいな、それ。勝ち組、みんな勝ち組だよ。そんなんないよ、負け組なんていうのは。みどりん、みずきちゃん、こんばんは。ありがとうございます、みどりん来てくれて。ゆきじ、会社が渋谷区だからね。
あ、なるほどね。渋谷区の社会人の大会ってことだよね。会社単位なんだね、そういうのって。すごい。でもなんかよけじがテニスやってるのは想像できる。なんかさあ、絶対はサイバちゃん最高ということだけだよ。だけだね。そりゃ最高だね。みずきちゃんかわいい、ありがとうございます。稲浜さん、毎週確かにそうだよ。めっちゃ勝ち組だと思う私。それ誰もできることじゃないから。私は結局いつも通りの米してるなってなってる。それに気づけただけでもすごいと思う。俺勝ち組じゃなく負けん組負けないね、負けない。負けん組は美味しい。止められない、止まらないか。エビセン、やめられない、止まらないか。キャッツさん、ありがとうございます。というわけで、そろそろ配信終わりたいと思います。今日は配信見に来てくれてありがとうございました。次のライブは31日で、あさってあるんですけど、渋谷の代官山のスペースオットさんにて19時15分からの出演です。2月の2日3日、土日もライブあるんですけど、私がちょっと舞台の稽古に入るので、その2日間がお休みになるんですけど、4人はしっかりライブするので、お時間ある方はぜひ遊びに来てください。詳しくはツイッターに情報載せるので確認してください。よろしくお願いします。というわけで、配信ありがとうございました。またねー。バイバイ。あさって会える人は会いましょうね。バイバイ。